木山ですね。すごい岩山、いきなりの作場、なかなか怖いですね。すごい、すごい景色。いよいよここからかな。わざわざ先が見えないね。景色だね。山頂へ降りです。こんにちは、今日は久々に1ヶ月半ぶりの登山に来ました。後ろですね、見えてるのが妙義山ですね。すごい岩山。今回1ヶ月半ぶりの登山で、まあ槍ヶ岳とか向高とか北高とか唐沢岳とかそこら辺の岩山は行ったことあるんですけど、この時期ちょっとこういうモミジの写真撮りに行ってたりして、全然運動できてなかったので、トレーニングもあれで今回この妙義山登っていきたいと思います。妙義山は山のね、総称で、こっちの金剛山と白雲山ってあるんですけど、今回はね、こっちの金剛山の方行きたいと思います。中野岳から東岳で、ここはね、本当に危ないところなので、ここ行かずにこっち行って大砲山まで行って、このまま帰ってきたいと思います。じゃあ、行ってきます。最初はちょっとね、道路の上を歩いて行って登山口まで行きます。じゃあね、ここから登山開始になります。紅葉がね、下の方は綺麗ですね。上の方はもうちょっと枯れちゃってましたけど、下の方はちょっとまだ綺麗です。いきなりの作場。こっちでもね、行けるんですけど、ちょっとあえてこっちで行きます。大砲岩は帰り道なので左側に行きます。第一石門ですね。結構すぐ岩場があるんですね。いきなり急な岩場がたくさん。ここはね、まだそこまで危険ではないですけど、すごいね。もうすでにフリース暑いので1枚脱ぎたいと思います。とりあえず1つだけ脱いでこれでいきたいと思います。登って10分ぐらいしてないのに、もうこの作場、落ちたら怪我だ、大怪我だね。ちょっとここは取れないので気をつけていきます。横張り終わって、次は縦張りで、あそこが第二石門ですね。第二石門からの下り、ちょっと危なくて取れなかったんですけど、なかなか怖いですね。高さがあって、下がり、まだあんまりみんなヘルメットつけてないんですけど、まあ、結構危ないとこたくさんありますし、ちょっとこれをね、使いたいのでつけちゃいます。これまた、これ GoPro に比べて1枚もしないぐらい安いやつなんですけど、全然性能もいいんで、またリンク貼っときます。第三石門は通らなかったけど、
違う道から行かないといけないのかな。あ、見に行けるってことかな。今回はちょっと時間があんまりないんで飛ばします。第4石門行きます。第4石門上がってきました。すごいすごい景色。これは本当にすごい。これここの景色は有名な景色ですね。もみじがあったら夕日とかに、夕日か朝日かに照らされてすごい赤くなって綺麗なんですけど、今回それ狙ったんですけどちょっと枯れてましたね。一応ここぐらいまでは散策コースになってて、結構ご年配の方も来てますけど、すごいですね。僕が同じ年ならちょっとすごい行く勇気がないんで、散策コースって言っても下手したら全然大気がするところばっかりで、すごい散策コースです。こっからが一般登山道とは違って岩場が連続する危険な場所ですね。こっからはヘルメット必須だと思うので今まで通りちょっとつけていきます。じゃあ行ってきます。危険な場所なので何回もこういう注意呼びかけがありますね。多分本当に危ないってことだと、まあそうなんですけど、無理そうなら引き返したいと思います。まだ岩は来てませんが、地味にこの道も細くて結構崖になってて怖いですね。ここら辺は唐沢のザイテングラートみたいですね。4回目の注意書き。ちっちゃい虫が口の中に入ってきて食べちゃいました。こっちが金剛山。そろそろ本領発揮ってところに来ましたかね。来た来た来ましたね。いよいよここからかな、最後の注意書き。5回目だね。割れてると怖いね。何かあったのかなって思っちゃいますね。おお、結構高い。じゃあ行きましょう。ちゃんと結構足場がね、こうやってくぼみがありますね。ここはね、結構見た目の割にちゃんとね、足を置くところ
く場所があって比較的安全でしたね。でも目の前に見えてるとこがすごい金剛山、多分あれかな。柵じゃなくてこのロープ怖いですね。柵はしっかりしてて安心感があるんですけど、この糸はなんか頼りない。すごい景色。うわー高い。怖っ。すごい。紅葉が綺麗。頂上まであと少し。いやーここすごい景色。紅葉がすごい綺麗。見えるかな、この高さ。断崖絶壁。ちょっと怖くて近くに寄れないんですけど。こっちもね、切り落ちててすごい。すごいね。ここが多分最後の登りかな。